ウィスコンシン州の旗はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の周期。州の紋章が入った青い旗である。1866年から1913年までのウィスコンシン州の旗1913年から1981年までのウィスコンシン州の旗この旗は1866年にウィスコンシン州の連帯が戦場で使用する旗として使用したのが最初である。 1913年に州の法律で州の旗のデザインが指定された。1941年、カール・アール・エークルンドは、ウィスコンシン州知事ジュリアス・スピー・ハイルの要請により、南極大陸にウィスコンシン州の旗を掲げたと報告した。その地点は南極点の約500マイル北で、前人未踏の地域に620マイル入ったところで、ある。 1958年、エイクルンドは別の旗を南極大陸で掲げた。その旗は州の博物館で展示するために寄贈された。1953年、ウォートマ選出の州会議員、ウィリアムベルターが旗のデザインが詳細すぎて制作のコストが高くつくと批判した。1973年に州議会が旗にウィスコンシンという言葉を加えようとしたが、 あまりに取り散らかっているとして批判された。1975年、州の紋章ではなく州の印字が描かれた不正確な州の旗が売られていたので、ウィスコンシン州、ストム長官、ダグラフォーレットは、正しい州の旗には株に13個の星が入った旗は、描かれていないと注意した。1979年、他に多くある青字の州の旗と区別しやすくするために、 旗にウィスコンシンの文字と合衆国への加盟が承認された年である1848の文字が加えられた。1981年5月1日以降に制作されるすべてのウィスコンシン周期はこのデザインを使うことが求められた。2001年、北米気象学協会はカナダの州及びアメリカ合衆国の州、海外領土の72の旗のデザインの質の ランキングを発表したが、ウィスコンシン州の旗は65位だった。ナバは、米国の州の約半分が青い地の旗を使用していて、見分けがつけづらく、また、単純な紋章と、標語だけの旗は、評価が低いとコメントした。ナバの調査では、力強い、単純な、特徴的な旗が好まれ、旗に大きく紋章が載っているだけのタイプの旗は、評価が低い。 ありがとうございます。